皆さん、こんにちは。私はドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は岐阜県岐阜市両家のファカフェ本陣にお邪魔します。午前7時30分からモーニングやってます。定休日は日曜日と月曜日です。長森細畑交差点を越えた左手に境川に架かる小さな橋があります。小さな橋ですが、すごく有名な橋で、橋の名前が両天橋です。関ヶ原の戦いの時、徳川家康は愛知県の北潟町から木曽川を渡り、羽島郡岐南町を通り、この両天橋を渡って関ヶ原へ行きました。この徳川家康が通った道を御成街道と呼ばれ、尾張藩の歴代藩主が支配地の岐阜を訪れるときは、わざわざ遠回りして両天橋を通って岐阜に入りました。両天橋のすぐ近くにバイパスの立派な橋ができたとき、小さな橋の両天橋を撤去する話がありましたが、歴史ある橋だと分かったので今も保存されています。まもなく細畑の一里塚があります。中山道には珍しく、道の両側に一里塚が残っています。またしばらく行くと道が二股になって、左が伊勢道追い分けです。伊勢や名古屋への近道の道しるべがあります。目的地です。目的地は右側にあります。お店の中でいろんなものが販売されていました。お店の外、和風ですが、お店の中も和のディスプレイ、すごく和風です。ドリンク代のみのモーニングで、平日のみ、6月14日から7月15日までの限定のハッピーモーニング、お稲荷さん2個、サンドウィッチ、サラダ、フルーツ、すごく気になります。ドリンク代のみのワクワクモーニングは、トースト、ドッグ、サラダモーニング、ホットケーキの4種類があります。またトーストは小倉、ジャム、シナモン、バターから選びます。土曜日限定のドリンク代のみのモーニングは、カレー、ご飯セットの2種類があります。私はお稲荷さん2個、サンドウィッチ、サラダ、フルーツのバナナがついたハッピーモーニングをお願いしました。もう一つのモーニングはサラダモーニングです。すごいボリュームのサラダに菓子パン、ゆで卵です。本当にすごいボリュームあるサラダです。アイスコーヒーが500円ですので、モーニングはドリンク代のみの500円です。6月の最終日ですが、連続真夏日の異例の暑さで、冷たいアイスコーヒーが
すごく美味しいです。きゅうりと卵マヨサラダのサンドイッチ、美味しいです。お稲荷さんのご飯の中に魚フレークが入っていて美味しいです。皆さん、最後まで見ていただいて、今回の動画どうでしたか？私はコーヒーなどのドリンク代だけでトーストやサンドイッチなどが提供されるモーニングサービスを YouTube に投稿しています。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っていますので、チャンネル登録よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。